人生は変えられる石井隆です。今回は6月21日、7月11日、7月21日、巨大地震の危険日を発表しますというテーマでお伝えしていきます。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。この動画を見ることであなたが得られる未来、それは地震の危険日を設定しておくことで備えを万全にできるという未来です。僕が地震の危険日はここだっていうふうに設定すると、石井はデマを流しているとか石井は予言をしているっていう人がかなり出てくるんですけれども、全く予言はしていません。ただの予測です。常にいつ何が来てもいいように備えようと声を大にして言っているだけです。デマを流しているというデマを流されている人です。危険日を設定しておくことによって、次の危険日までには水を備蓄しておこうとか食料を備蓄しておこうっていう気になればいいなと思うんですね。首都直下型地震、南海トラフに備えるためにいっぱい危険日を設定していく、これが重要だと思ってます。なので石井の予言が外れたとか当たったとか、あの予言者じゃないのでそういう言い方本当にやめてください。ここまで言ってもいや予言だっていう人が必ずいるんですけど、いや本当予言じゃなくて予測なんです。巨大地震は毎日来ると思って過ごすことが重要だと思ってます。まずは結論からいきましょう。今回の動画から学べる3つのポイント。1、6月21日はジュセリーノの予言では東海地震がやばい。2、7月11日は奇数月の11日だからやばい。3、7月21日は東京マグニチュード 8.0 の設定日だからやばいということです。この動画はどんな人にとって有益なのかというと、地震の危険日を知りたいという人、危険日が6月21日、7月11日、7月21日である根拠を知りたいという人、いつ地震が来てもいいように備えを万全にしておきたいという人です。なぜ今回この動画を撮ろうと思ったのかというと、危険日を設定した方が具体的に地震に備えることができるからです。5月11日巨大地震のシグナルはこれだという動画を配信したところ、おかげさまで88万再生されました。本当にありがとうございます。なんでなんだろうというふうに思った時に、やはり具体的な日付があると多くの人が意識しやすいからなのかなと思いました。確実にこの日に地震が来ると言った覚えはなかったんですけれども、勘違いした人もいたらしくて、石井は予言者だとかもっともらしい予言を言っているとかですね、そういうデマもいっぱい流されました。なんですが、それ以上に備えたという方も何万人もいらっしゃったと思うんで、よかったんじゃないかなと思ってます。実際に5月11日とても危険でした。もし緊急事態宣言が延長されなければ、本当に5月11日は危険だったんじゃないかなと思ってます。5月6日で緊急事態宣言が終わる、そして土日を明けて週明けに地震が来る、このシナリオはとてもあり得たと思います。でも緊急事態宣言が5月末まで延長された、実際には5月25日まででしたけれども、延長されたということで、この地震回避できた可能性が高かったんじゃないかなと今でも思ってます。結果を見て外れたっていう人がすごく多かったんですけど、そもそも予言をしてないので外れたっていう話じゃないんですよ。緊急事態宣言が5月6日までだとしたら、5月11日はやばいっていう、そして奇数月の11日だからやばいっていう、そういうことだったんですよね。常に予測をして備えておく、この心構えが重要です。結果として5月11日といったおかげで多くの方に備えていただけたと思いますので、今回も危険日を設定して備えていただきたいなと思ってます。それでは人生を変える3つのポイント、一つ一つ見ていきましょう。1、6月21日はジュセリーノの予言では東海地震がやばいということです。ジュセリーノさんという予言者の方がいます。アメリカの911、ダイアナ妃の暗殺、四川大地震などを的中させたという方です。とはいえ外れているものもかなりありますので、その分は割り引いて考えてください。予言者の方全てが当たるというわけでは当然ないんですよね。そして彼が日本に対して出した予言というのがあります。それが6月21日に東海地方を震源とするマグニチュード 10.7 の地震が起きる、そして死者数は1000人以上、もしくは100万人以上になるというものなんです。1000人以上と100万人以上全然違うじゃんっていうふうに思うんですけれども、6月21日日曜日なので、ばらつきはあるのかなと思います。東海地方って言ってるだけであって、ちょっと震源が離れていたりとか、日曜日なので外出する人が極端に少なかったとか、地震の規模を示すマグニチュードは 10.8 なんだけれども、ものすごく地中深かったとか、こういった条件が重なれば死者が1000人以上で済むという可能性もあります。
ですが普通に考えればマグニチュード 10.8 だったら100万人以上の方が亡くなってもおかしくはありません。そんな中安心してください。彼のこの予言、2018年の6月21日に起きると予言していたんです。2年前なので外れた占いということになっているんです。しかし予言というのは年は外れて月日が一致するという場合もあるんですね。もし2018年と言ったけれども2020年で東海地方ということとマグニチュードも死者数も当たってしまったら、きっとこの予言は的中したということに後からされると思うんです。外れた予言だからといって安心しちゃいけません。この6月21日も僕は防災ライブをしたいと思っています。7月11日は奇数月の11日だからやばいということです。東日本大震災が3月11日、アメリカ同時多発テロが9月11日です。ということは奇数月の11日はやばいぞと、そして5月11日、7月11日がやばいなというふうに思っておりました。ということで5月11日と7月11日がやばいなと、そして5月11日が起きなかったということは7月11日の可能性がさらに上がったと考えられるんです。そういうことを言うと、首都直下型地震ですか、南海トラフですかって僕に聞いてくる人がいるんですけど、そんなの僕が分かるわけないじゃないですか。どっちが来てもいいように備えておく、これが大切です。最近茨城の地震が多いので首都直下十分に考えられます。荒川区、江戸川区の0メートル地帯に住んでいる方、世田谷区の木密地域に住んでいる方、本当に危険です。とっとと引っ越していただきたいなと思います。南海トラフもちろん考えられます。最近関西であまり地震が起きていないので逆に怖いと言われています。地震が頻発したら怖いと言われ、地震が来なければ来ないで怖いと言われるのが巨大地震なんですよね。南海トラフは静岡、和歌山、愛媛がやばい、そして隠れやばさランキング1位が大阪だと言われています。大阪駅は津波が来て2メートル沈むと言われています。南海トラフに備えて太平洋沿岸の方、とっとと引っ越してほしいなといつも思ってます。東日本大震災の時の映像を見たじゃないですか、津波の映像。また同じことが太平洋沿岸の方起きるので、とっとと引っ越してほしい、切に願っています。首都直下南海トラフも危険ですけれども、北海道の十勝沖、そして東北地方、熊本もいつ地震が来てもおかしくありません。阿蘇山噴火、桜島噴火、富士山噴火、箱根山噴火、やばいものばかりだと思っておいてください。7月11日はとにかく怖い、そうやって備えておくことが重要だと思います。3、7月21日は東京マグニチュード 8.0 と同じだからやばいということです。東京マグニチュード 8.0 というアニメがあります。フジテレビが制作したドラマで、フジテレビオンデマンド、アマゾンプライムで見れますので、ぜひ見てみてください。マグニチュード 8.0、 東京湾北部が震源という設定です。日時なんですが、2012年7月21日15時46分頃、またしても46分です。推定死者数18万人という設定のアニメです。こういうアニメが放送されると同じ日に地震が起きるという可能性が出てきます。多くの人の思いが7月21日だったなというふうに集中するからなんです。なので7月21日特に15時46分は要警戒です。でまとめてみますと、6月21日、7月11日、7月21日と全部1がつく日なんです。それでいて1日ではありません、31日でもありません。11日と21日警戒してほしいなと思います。僕の動画で第3次世界大戦が11月3日に起きそうだというのを見たことがある方もいると思います。歴史から見ると、感染症が来る、地震が来る、不況になる、戦争が起きるという順番でやってきます。11月3日に戦争が起きるというふうに仮定すると、それよりも前に地震が来ていなければいけないことになります。なので11月3日よりも前はコロナよりも地震に注意してほしいというふうに思っています。危険日を知って備えておく、繰り返し繰り返し言いますが、日時を指定して不安を煽っているわけではありません。日時を指定して予言をしているわけでもありません。あくまでも未来予測です。備えましょうということを言っていると分かってください。今回は2020年6月21日、7月11日、7月21日巨大地震の危険日を発表しますというテーマでお届けしました。人生を変える3つのポイント。1、6月21日はジュセリーノの予言では東海地震がやばい。2、7月11日は奇数月の11日だからやばい。3、7月21日は
東京マグニチュード 8.0 と同じだからやばいということをお伝えしました。今回もご視聴ありがとうございました。人生を変える学びがあったという方は、高評価とチャンネル登録よろしくお願いいたします。